はい、どうも檻の晩酌です。こんばんは、本日は、オリックスロッテ戦、現地観戦してきました、そして、今日はですね、お友達の同期の井下大活躍さん、いつもねこのチャンネルにはちょっと出ていただいてですね、大活躍していただいておると。もう何回か定期的に、呼んでいただいてありがとうございます。そしてもう一人ね、初登場になりますけども、よっしゃーよっしゃ、イルマです。おはよっしゃ皆さん、よっしゃナイスよっしゃ。あ、こういう芸やってます。よっしゃと言われたらナイスよっしゃと言い返す、こういう芸やってます、よっしゃって言われたらよっしゃって言い返すのってよっしゃって芸って言うのそれ芸です。あ、そうなの。これだけ、これだけでやっております。なんだったらこの3人で、これだけで、この3人で集まって会話するのこれも10年以上ぶりやで。確かにこの3人はここはね、もうそっちなの、ここが入ることなかなかないね。ちょっとオリファンがそう薄すぎてちょっと探したら同期のピン芸人2人っていう結果になって結果ちょっとまあこうなっちゃったんですけど、ピン芸人フットワーク軽いからねそう、そうよ、相方のことないんだから、相方のことやっぱそうそうそう、最後に倒れるのはやっぱ同期のピン芸人、同期のピン芸人なんですけど、重宝してよ、重宝してありがとうございます、はい、いや今日はね、引き分けということで、どうでした試合のね内容をちょっと、延長12回、もう宮城くんと、種市くんの投げ合い、ということなんですけども、ちょっとそれぞれ阪神ファンの大活躍さんと、西武ファンの、吉田さんなんですけども、楽しんでいただけました。いや、試合もちろん楽しかったんですけど、僕らの席の前に一人で来ている女性のお客さんがいたんですよ。その女性のお客さんずっとね、ずっとオリックスのファンでカメラをね、回してたんですよ。試合、多分自分の思い出用かな、あれは。そうそう、思い出用にずっと回してたんだけど、あれね、俺らの雑多な会話全部入ってるわ。音声全部入ってる。あの人の今日の思い出に俺らの会話全部入ってるから。リリーフか乗らへん人がおって、ベルトモ選手がリリーフカーに乗ってこうへんの見て、みんな乗ってんのにね、そうそう、ベルトモだけ乗らなかった、こいつ車酔いするから乗らへんねんやとか、床やとか全部入ってるよ。全部入ってる、彼女の思い出に俺らの会話全部入ってるから、なんかファンの視聴者の方に声かけてもらって、なんかヨッシャさんが謎の自分のオリジナルステッカーを、オリジナルステッカーね、ヨッシャステッカーね、ヨッシャ言ってもらったら皆さんにこれ配ってるんだね、ヨッシャギルモいるよ、なんてこれ子供たち喜ぶんだから、この欲しい人は言ってください、この全然渡しますよ、この掛け合いのシーンも全部入ってるから、そう、彼女のカメラに、ね、音声だけ最後までいたもんね、あの子ね、めちゃくちゃかわいそうなことしてるよちょっとやめてよいやいや、ほんまそれはだから申し訳なかったと思います、ほんまに若槻が出てきて、若槻さんと親戚やとか言ってたんとかもう全部多分あそこら辺も全部入ってる、全部入ってると思いますね、はい、いや、いいんですよ、え、ちょっと試合の内容を振り返ってほしいんですけど、ヨタ話、いやいや、俺もいいピッチングしましたよ、反省会やから、いや俺はそれがすごい反省してます。誰のどのプレーがすごかったとかあるやん。で最終的にその女の子が阿部さんに向かって、なんていうチャンネル名で YouTube やってるんですかって聞いてて、あんだけオリックスファンやのにまだ知られてなかったっていう、そりゃそうや、俺らのチャンネルなんてそんなもんや、オリックスファン全員に知られてるわけじゃないの、いやそりゃそうやで、あんだけ登録者数5800でずっとやってんねんから、でもすごかったね、それあれやろ、全国のオリックスファン全員集まってそれなわけで、そんな少ないの、5800人じゃないの、じゃないの、もうちょっとおんのよ、すごかったな、って帰りがけも
あんな声かけられるんだね、すごかった。一部のコアな方が知ってらっしゃるだけで、いや嬉しかった。おなじみではないのよ、俺のファンチャンは。あ、そうなの。知る人ぞ知る隠れ家的なチャンネルなのよ。握手求められてたじゃん。で、僕の今日の思い出はあれです。だからその女性のお客さんの、その思い出に俺らの会話が全部入ってたっていう。そういうことじゃなくて、え、なんかすごいスーパープレーとかあったやん。中川のさ、大飛球キャッチとか、その最後の宗の、なんかファインプレー2連発とか、そういうなんかそういう見どころみたいなのを言ってほしいんやけど。見どころ、今日の試合の試合の、いやー、やっぱりあれじゃない、やっぱり宗がバント2回失敗した挙句、打ったらショートでゲッツーやった。あれはひどかったね。あれが一番じゃん。あれはひどかったね。あれはな、ちょっとだからまあ今日は確かにバント失敗した後のやつやったから、そうだから宗くん結構いいプレー何回かしたけど、取り返せてないね結果。そんくらいあれはひどかった、あのゲッツーは。だってバント2回失敗したら普通ここらはもう打たなきゃって言って打たなきゃいけないのに、そこでまたゲッツーやるっていうね。あれだ、ゲッツーしないためのバントを失敗してるのにゲッツーするって、これ最悪のパターンだから。あれ、あのシーンだけちょっとその、なんかあーってなっちゃったよ、そうだ、これはやっちまったねって、ね、打った瞬間はうわ抜けたかと思ったけど、ちょっと確かにね、パーンってなんかショートフォームに跳ねた、跳ねたね、あ、まあまあ運も悪かったね、あれ。そうね、あと2人ともそのビール飲みすぎて、もうビールいらんわってなって、チューハイ飲みたいってなって、チューハイの売り子の子が全く来へんくて、来なかった。で、チューハイ俺ちょっとなんか売店行って買いに行くわって言って、30分ぐらい2人と戻ってけへんかった。いや、混んでんだよ。すげえ、思った以上に混んでんだよ。あんな試合中に30分さ、客席から離れることある？でもモニターあるからね。モニターで見れるもんね。モニターで見れるから。お前らどんだけチューハイ飲みたい。俺今日だ、唯一の得点シーン、紅林のホームランだ。見逃してるからね。チューハイ買うために並んどったんや。だから、俺はそれを見てるから。どんだけチューハイのみたいな。あれはやらかしたね。今日のだってホントオリックスの一番いいところや。まあでもいい加減にしてくれ。知らんわ。そのビール飲みたないって知らんわ。いや、それはでもセットじゃない。だってもう酒とさ試合はもうセットじゃない、野球観戦は。それは飲みたいよね。頼むよ、やっぱね。それはね。うん、飲みに行ってるから。そうそう、飲みに行ってるんだから、言っても野球も、野球はついでかな、だからまあ宮城の高騰を、まあ当てにして酎ハイ飲むっていうのが、ああなるほどね。まあ今日の宮城大丈夫だろうと、そうね。そういうことね。あとはそのこんなにそのなんて風の吹いてないマリンスタジアムも初めてやなっていうぐらい、全く風吹いてなかったけど、ね、無風やったよ、ほぼ。全然寒くなかった。上空は吹いててんけど。ああ、まあ確かになんか、うん。そうだ、キャッチャーフライしんどそうだったもんね、あれね。でも、それでも若月、ちょっとキャッチャーフライ危なかしかった。危なかったよ、まあ、相当吹いてんの。だって上の方は吹いてんねん。そう、こだって旗すげえ、すごかった。客席には届いてんけど。届かなかったね。上空はもう吹き荒れてんね、あれ。うん、結構上の位置だったけどね、大丈夫だったね。そうね。思ったより初ドゾだから、もう、もっと風強いと思った、ほんと。全然だったな。まあ、あとはその、お酒のつまみで、安倍さんが、プリッツを買ってきたのに、昼間が、これ全然合わねえわって言って、だって食の好みが合わないっていうのも露呈しましたよ、あなただけ。プリッツさ、つまみにする？え？プリッツ？つまみになる？なるよ。いやいや、で井上は井上でトップ出すしさ、それはさ、俺は別にさ、つまみじゃないじゃん。いや俺はつまみじゃなくて、俺はそのお菓子として買ってきたよ。いやいいのよ、お菓子の話いいのよ。え？だからいやもうドロッテだから、ロッテ。あのロッテの試合見に行ってて、グリコのお菓子食べてるの。あんま言わん方がいい。そうなの。そうなの。あんまその昼間さんと野球観戦行くときはちょっとプリッツやめてください。ちょっと。ちょっともっとつまみっぽいもの。いや、もっと塩気な。そうそう、塩気のあるもの。うん。エビセンとかよかった。エビセンとか。エビセンとかよかった。そういうことじゃないのよ。違うの？
じゃあちょっともうあなたたちはもう、うん、もうクビです。ダメですよ。なんで俺まだ西武の試合終わってないから見てんのよ。まだなんでまだ見てんのよ。ちょっと思い出語ってんの。西武の試合も延長なのよ今まだ。西武どない。そう今ね 2-2 11回表。うわ延長祭りやん。うん、だこれももしかしたら引き分けるかもね。なるほどね。どっちもでも西武は10安打してんのよ。10安打して2点で、日ハムは4安打で2点なの。どんだけ繋がんないのよ西武打線。西武は今繋がらない。繋がらないね。あ、これがでもだって毎回ね 7-8 安打は打ってんだよ、それなのにゼロとか。レオの晩酌じゃないのよ。あ違うの。ちょっともうレオ晩酌、レオ晩酌だと思ったしちゃった。オリックスの話したいレオの晩酌だとずっと思ってたの。違うの。違うのよ。違うの。大丈夫ですか。大丈夫です。バッチリ。大丈夫かバッチリです。バッチリバッチリなんかわからんよ。というわけで、以上俺の晩酌でございました。あばよっしゃ。引き分けでした。さよなら。あばよっしゃ。バイバイ。